砂利じゃない、砂利、うわっ、たったっていってて、こんにちは、ケンオです。今日は静岡県の天竜川を登っていって、いくつか面白そうな道があったので、そちらを走りたいと思います。下道で来たよ、下道で。名阪国道は使ったけど、有料道路を使わずに来たよ、ここまで。それらしいところの雰囲気に来たね。真ん中苔があるわ。何この砂、何この砂、一発目から随分な洗礼を受けていますな。あかんぞ、楽しくなってきたやんか。あらららららら、あらららら、静岡県恐るべし。全然通らないのかな、ここ車も。うわ、危ね、危ね、危ね。なんとなくフロントがやばかった気がした。車とか通ってればある程度砂とか枝ってこう橋へ避けてってくれる気はするんだけど、ないの、それが。でもここ数日ですごい荒れたってことかな。穴ぼこ、昔はこれがメインルートやったんやろうかな。うおーおーおー、ひび割れかと思ったら完全な砂利じゃない、砂利、うわっ、たったっていってて、もう泥とかした、あの湿り気のある泥砂、いや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 、なかなかなこうびっくり具合やったな。おーおーおー、バス、でかいよでかいよ、こんなの。これは、ああ、わあ、リアが滑る、リアが滑ってる、リアが滑ってる。はあ。ものすごい柔らかい砂やったな、怖え。久しぶりにリアスライドを味わった。軽く滑ってしまうね。怖い。木の破片が落ちてるし、ドスンとなって穴が開いてるし、くぼんでるか、くぼんでるし、看板が、何の看板かな、落石中な、落石よりもこれ砂が怖いな、土だな、土。おっと、金網が段差って、なんか怖えな、あれも。そして、うわぁ。何これ。うわぁ、これ、うわ、怖え。剣道、すげえな。痛い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 
フロントが石を踏んだらしい。怖えぞ。おかげで汗は変な意味です。引いていく。なかなかにハードなヘビーやな。もう陰側ってか両サイドのこの生い茂った木々っていうか葉っぱはみ出してきたってやつ。道を狭くしてるし、ブラインドになってるしな。壁になってるし。林道の名前が書いてある。林道なのね。林道なのね。県道だけど。県道なんかな。途中までは県道でした。と思うよ。うん、知らんけど。土に生えてる苔は綺麗かもしれんが、道路に生えてる苔は勘弁やな。怖えわ。なんか、ほんと嫌だわ、こういうの。ほんと嫌。また土だし、ブラインド、もう嫌だなぁ。あんまりこう、右側走りたくないなぁ。うわぁ、怖えな、これ。うわぁ、怖えな、これ。これ怖いなぁ。なんか声が小さくなっちゃったよ。何のため、何のためにウィンカーつけるかがわかんないような感じがするけど。狭い。これも狭い。俺はこんな道を選んだのか。おお、なんか女人道を彷彿とさせる。いやもうこあのこあのああもうノリスが女人道を彷彿とさせる雰囲気がする。もう登山道来たよ、登山道。いや、私降りますから、降りまーす。うわー、ほんとディープだな静岡。うわ、嫌だ、踏みたくない。ああ。びっくりした。怖いわ。ビクビクするな。フロントが滑るんじゃないかって。何をだからもう、何もう嫌だ。何これ。どんどん。うわぁ。おぉ、おぉ、まあ緑だわ、これ。緑、緑。インド大倉線。ああ、なんか車を見つけたよ。あ、民家がある。一軒だけだけど民家がある。人が住む、人が住む雰囲気っていうか、人の住む道、もう何言ってんだろう、俺。お別れしてしもだ。また、人里から離れていく。あの子の人たちここをずっと通ってるってことになるよな。すごいな。おお、何何何これ。
まだなんかこっちは掃除されてるっていう感じがちょっとするな。使われてるっていう感じが。真ん中の苔道はめっちゃはっきりしてるけど、苔のセンターラインってやつ、苔センター何かそんなの、苔センター来た。細い、走れる範囲が狭い、細い。コケセンターがなくなったと思ったらコケセンターがやってくると。バス停だ。ここを左に行けと。走ってみなきゃ分かんないんだもんな、どんな道かな。開けた、開けたよ。開けた。ガードレールあるわ。ガードレールがある。ガードレールがなくなった。なんかね、ここを曲がれみたいなことをナビ君がおっしゃってます。無言でね。本当だろうな。また壊れたか俺。うわあ、何これ、何これ、俺これからあそこ登んの。うわ、すげえこれ。暗がり峠並みだったな今の。どっちだ、登っていきます。どこ走っていいかよくもうわからない。何遍も言おう、ディープだわ静岡。おお、暗がり峠じゃねえかこんなの。もう暗がり峠に繋がないと。どっちだろう、ああこっちだろうな。ここですね、 U ターンしろみたいな。あ、蜘蛛の巣がすごいわ。ヘルメット、そうやな、奈良と三重と愛知か、市街地走ってここ来たんだもんな。信号だの渋滞だのが多かったからな。6時間乗りっぱなしか。6時間ノン休憩ノンストップ。ああもう左手の握力が全然ない、これやべ。いやーすごい道でしたな。まだ続きがあるっていう感じがしますけど、一旦閉じたいと思います。気になる方はまた続きご覧ください。じゃあ一旦バイバイ、バイバイ。これはどう見ても砂利、砂利じゃねえな、砂だな、砂だわ。うわー、来た、やべえこれ。